これってもう本当に全部リアトル経由で84社リアトル経由で決まってます。ありがとうございます。ここまでしっかりと、あと伴走をさせていただくとなかなかやっぱり切り離せないんじゃないかなと。体の一部になってる、はい、あんまり電話のセールスの経験あんまないんですけれども、おそらくいけますよ。いや絶対いけます。あれありますか。問い合わせ倍にするよりまず即連絡した方が良くないみたいなことに今更ながら気づいた。もう本当にその通りだと僕も思いますね、はいはい、これちょっとか伺ってもいいですか、そこら辺の部分を、はい、あのやっぱりこうその仕組み化されたこうツールを使ったこの、はい、なんですかね、インサイドセールスだったりとか、はい、その形ってすごく重要だとは思うものの、はい、すごくシンプルに問い合わせして、はい、興味があるから問い合わせしたものに対して、はい、秒対応してもらった方が、はい、当たり前ですけどコンタクト率も上がりますし、はい、向こうもお客様も問い合わせした時点ではなんとなく興味がある時点なんですよ、ね、はいはい、でこれ時間が空いた後に問い合わせもらってもなんかもう冷めてる、はい、ちょっと声も冷めてるんだよ。そうですね。僕らも一番やっぱり重要視しているのは、はい、即時アプローチ、やっぱりだからもうシンプルにあの当たり前のことを当たり前にやるっていうのが、うんうんうん、僕らのやっぱりこの今のフェーズだとすごく大事だなと思っていて、うん、ある種、このあのリアトルさんがもう広告運用の成果が仮に、そのまんまだとしても、はい、そのリアトルさん の, この即時アプローチの仕組みが入るだけで、はい、なんか案件が倍になる可能性すらも ありますよね。そうですよね。うちだとそうだったんです。なるほど、はい、ただなんか兼務してたりとかなんか専門の体制作ってないと、はい、結構忙しいと後回しにされる問題があるんですよ。で僕これを今までちょっと経営課題だと気づけてなかった、うん、もう自分に相当反省しました。なんで皆さんもなんか CPA が今月問い合わせ何件ばっかり聞いてると思うんですけど、問い合わせ来た後すぐ対応してるっていうのを確認できてますかっていうところで、これだけで本当倍になる可能性あるなっていうところと、でさらに言うと基礎の場合はそこですぐかけてでアポ取って終わりっていうよりはそこからもうめっちゃ温められるってことなんですよね、はい、そうです、はい、だからそのもう僕今のお話で言うと、はい、会社の中の、はい、そのリードに対する即時アプローチをするという優先順位って、はいはい、どの会社さんもめっちゃ低いと思ってます。そうなんですよ、はいはい、でこれあの自社で見た時にも、はい、自社のリード獲得の、はい、やっぱ即時アプローチって、はい、やっぱ優先順位どうしても下がっていて、そうですよ、ね、やっぱりこう売上に近い商談を優先化させてしまう、はい、わけじゃないですか、はい、ただ我々やっぱりサービスでお客様のいただいた広告費用でリード獲得をしているので、はい、だから優先順位は即時アプローチにやっぱ持っていってるところがあるので、はいはい、そこがまずやっぱり一番成果が出る。いや本当そうですね。いうところですよね。はい。なんでここって僕は本当になんかダイエットみたいな結構話だなと思ってまして、別に痩せ方ってみんな分かってるじゃないですか。はい。なるほど。はい、でもできないみたいな。はい、なんでこのリアトルさんの付加価値も。なんか理論としては分かるんですけど絶対皆さん即時アプローチできないですよねっていうところなんでなんか本当そこだなと思いました、はい、そうですね。即時アプローチした上で、アポ獲得だけだと、うん、結局、商談、成果に結びつかないので、はいはい、でそこからは僕らのこのナレッジですよね、はい、10年間やってきたインサイドセールスで広告の販売を完結させてきたナレッジがあるので、うんうん、最終的に、フランチャイズのホーム様であれば加盟したいです、うんうん、加盟を今検討しているので最終面談進みたいですというところまで持っていくところはまあ弊社のそのナレッジスキル知見かなというふうに思っています。ちなみにやっぱりアポイントとかだと結構経営者の方だと忙しいんでなんか1週間後とか なりがちだと思うんですけど、はい、電話だったらうまく隙間時間でやれたりとか、はい、しかも1回目でもなんか その場で商談とかできるんで、はい、なんかリードタイム早まるんじゃないかなと思った。早いですけど、だって吉本さん1週間後とかだと遅くないですか。あなんであの多分本当に興味あるものだったら多分昼夜問わずですよね。やっぱ感度高い方たちが問い合わせいただいてるので、はい、あの逆に言うとちょっと1週間後2週間後にしてねって、まあ、もちろんあのその時々の、はい、あの忙しい、まあ、そういうふうに事情はありますけど、言われることはあるかもしれないですけども、はい、基本やっぱり事業伸ばしたいフランチャイズに加盟したいって思ってらっしゃる方は早いですし、即時アプローチしてすることによって話が展開することの方が僕は圧倒的に多いと思ってますね。なので皆さんあの即時対応以外に問い合わせした後に、はい、今までのザモデル型でいくとなんか何営業日後にちゃんとアポが入ってるのかみたいなのを見ると1週間後2週間後みたいなのあるのかもしれないのが、リアトルだったらもう
即時対応して、ある種その場が疎開相談になるような世界観。そうなんです。本当その通りです、ね。だから早まる。早まる。鉄は熱いうちにやってるということですね。はい。はい、じゃあ実際ちょっとリアトルの多分熱も皆さん高まってきてると思うんで、具体的なちょっと事例を、数字交えて教えていただいてもいいですか。はい。はい、そうですね。まあ先月2024年2月データですかね、はい、にはなりますけども、はい、まあ、業界でちょっとお話しさせていただきますね。まあ、一つは、美容系フランチャイズの本部様で言うと、はいはい、コールスバ月間のお電話してる回数ですね。はい、85件。月に85。そうです。だから、はい、獲得したリードに対しての我々やっぱり課税になるんですよね。うん、なので、ハウスリードがなくても対応できますというところでサービスを、受注、ご発注いただいてますので、はい、まあ、コールス85件に対して、有効コンタクト数。実際に、忙しいとかではなくて、しっかりとお話ができているお客様が、まあ、15件。で、そこから、しっかりと加盟につながるトスアップという観点で言うと、5件上がっているので、まあ、我々その有効コンタクトからの、トスアップ率というところを結構重要視してるんですけど、はい、まあ、33% とかですかね、うん、このお客様に関しては。逆に即時対応した上でコール数からのコネクト率が約 18% 前後って形なんで、はい、逆にこれやったら即時対応してなかったら、そうなんですよ。先ほどのウィルゲート M&A 状態みたいな形で、そうなんですよね。クーパーとか、そのぐらいになってるのかもしれないですね。そうです。だからこう実際にこう見てみると、それだけこう自信持ってお話ししていても、実際にお電話してやっぱりお話しできるのってやっぱり 20% もないので、はい、いかにこう、そうですよね、クリエイティブ作成から広告運用してインサイドセールスを、はい、初動がすごくいかに大事かというところが分かりますよね。はい、他事例、他事例だと、ここはすみません、今お話しているのは加盟率は、加盟率のところではなくて、我々のそのプロセスのところの話ですね。そうですね。はい、で、福祉系の今フランチャイズのお客様とかで言うと、コール数が167件に対して実際にこうコンタクトしてお話できている数が23件なので、はい、まあ、ここなので少ないんですよ。このお客様はコンタクト率非常に悪い方なんですけども、はい、14% 前後、はい、ただ繋がってから、有効トスアップ本部のお客様に送客する、できた数が8件なので、はい、まあ、ここはなのでトスアップ率 34.7%35% 弱とかですかね。しかもこれただアップ取れましたとかじゃなくて、もうやりたいと思ってるんで、ちょっともう申し込み書とか、はい、もう契約周りの最後のご案内してくださいっていうようなトスアップですよね。はいはい、そこまで僕らは目指してはいるものの、うん、実態としてはただやっぱりフランチャイズになると、はい、意思はあったとしても、うん、物件を抑えられるかどうか、そういう問題も、はい、実際にはやっぱり起きているのは事実なので、はい、そこまで持っていきたいもののできてないのも実情ですが、ただご意思としては、うん、資金面大丈夫、はい、資金面大丈夫だし時期も大丈夫、もうやりたいっていうその意思まで確約できたお客様のトスアップという形になってますね。めちゃくちゃ熱いですね。はい、でもやっぱり、忙しい中で、即時対応ってできないですし、やっぱりこのプロの方がかけるかどうかでこのプロセスも結構悪くなるじゃないですか。です、はい、あとこれやっぱり自社の社員さんにあんまりやらしたくないというところもあるんですよ。はい、ああ、なるほど。はい、このフローを、はい、他のことをやらせたいとか、はい、あとやっぱりこう電話営業とかインサイドセールスで調べるときついとか辛いがやっぱり出てくるんで、はい、やっぱりそれをやっぱり二の次になってしまってるところが、はい、やっぱり自社では成果が出しづらい観点の一つかもしれないですね。わかります。ウィリゲートの黒歴史なんですけれども、はい、2012年あたりとかはなんかまず新卒といえばテレアポだろうみたいな、はい、ところとかあったんで、はい、なんかこういうのって経営上めちゃくちゃ重要な、はい、プロセスにもかかわらず、はい、なんか若手やりがちみたいなところですよね。あれないですか。いや、なんかそのまず入社したらテレアポみたいな風潮あるじゃないですか、はいはい、あれはあんまり良くないですよね。なんかそうですね、はい、もちろんその鍛えられるものはありますよね、はい、ありますけども、電話で完結できるって、はい、その力がつくこともすごいですし、はい、あとお客さんにとってもデメリット何もないなというふうに思いますからね、はい、なんかもう少しそういうステータスを上げていきたいなと思いますよね。そうですよね、うん、なんで今は全然うちも、まあ、200名ちょっといる中で、営業時代が10人ぐらいですごい営業少ないんですけれども、インスタルセールスはむちゃくちゃリスペクトというか、うん、なんか最重要業務だみたいな感じが、いやいや、ね、私自身が多分いけるインサイドセールスみたいな感じなんで、はい、そうですよね、はい、そのなんか重要さはめちゃくちゃ分かる。そうですよね、吉岡さんこそが生きるインサイドセールスですよね。吉岡さんの前でこのインサイドセールスの人語ってるのが恥ずかしいですよ。本当に本当にすみません。あと他にもまだ事例あるんでちょっともうちょいいきます。はい、ありがとうございます、はい、そうですね、ここからは、全てのお客様がトスアップを上げた後に、加盟がつながったかどうかという確認が取れていないんですけども、はい、我々やっぱり、今現在こうご発注いただくお客様に関してはそこまでご協力をいただいてるんですけども、はい、こちらは、実際に加盟につながった、
事実売上につながったかどうかという実績になりますね。はい。一つはまあ教育系フランチャイズというところで言うと、はい、こちらのお客様に関しては、2022年12月からご契約いただいているんで、その時が、16社の加盟店があるという状態で弊社にご発注いただいたんですけども、1年2ヶ月で84社。加盟をしていただく、はい、いただいた実績がある。あ、これ一番シンプルですよね。ここが。これってもう本当に全部リアトル経由で84社。リアトル経由で決まってます。ありがとうございます。すごいっす。むちゃくちゃ短期間で成長されてらっしゃいます。やっぱ本部さんも実際に自力でやっぱりしっかりとブランドを確立されてらっしゃるのもあるんですよ。うん、その期間中に、はい、YouTube とかで、しっかりとこう PR をされて、うん、でその入ってきたリードに対して我々がインサイドセールスをかけているのは事実になりますので、はいはい、まあ、このお客様は本当にあれですね、営業の加盟開発担当を弊社に置いていただいているようなイメージです。で、例えば、この教育系フランチャイズのお客さんからはどういう感謝の言葉をもらってる感じなんですか？それこそこのお客様に関しては、記載があるんですけども、ちょうど先月2月末時点で100社加盟が決まったんですよ。なのでやっぱり100社が加盟決まって本当にありがとうございますというところと、はい、あとはやっぱりここまでしっかりと伴走をさせていただくと、なかなかやっぱり切り離せないんじゃないかなと。体の一部になってる、はい、僕らやっぱそのやっぱりマインドで本当にこのサービスやってるんで、はいはい、解約にも結びつきづらいんじゃないかなと、はい、まあ、見えてないところまだまだあるのでアップデートは必要ですけど、はいはい、でもそこまでになってらっしゃって、あれリアトリーなくなったら不安やみたいなことになるってことですか？思っていただいてたら嬉しいなと思いますけどね、はいはい、本当に、はい、うん、もう一つ、ご紹介させていただいているのは英会話ですかね、はい、英会話関連のフランチャイズのお客様、はい、で、はい、こちらに関しては、昨年の6月からになりますので約8ヶ月で、22社の加盟を弊社で、はい、ご支援させていただいたというところのお客様ですね、はい、まあ、僕らやっぱりこういうシンプルなビジネスモデルがやっぱり一番重要だなと思っていて、はいはい、結果的にこのうちのサービスやって売上上がりましたか、はい、っていうところで、上がってなければ当たり前ですけども継続していただけないですし、うん、上がっていたら当たり前に継続していただけると思ってるので、うん、やっぱりこういう直結するシンプルなデータを出せるっていうのはすごくまあ、お客様ありきですけどありがたいなというふうに思ってますね。しかも、フランチャイズはちょっとさまざまだと思うんですけれども、なんか僕のイメージですよ、加盟って安くても50万ぐらいで、なんか2、300万ぐらいの加盟金が普通なんですかね。スモールフランチャイズ、いわゆるその初期投資が安いフランチャイズだと今おっしゃられたような、はい、まあ、加盟金がどれくらいですかね。やっぱ100万円から300万円以内で、うん、そうですよね、そんくらいですよね。で初期投資運転資金も含めて、まあ、1000万前後というところが、うん、はい、お客様は、が今おっしゃったパターンです、はい、で我々やっぱりその層のお客様からのご依頼すごく多かったんですけども、はい、やっぱりこの、加盟金がもう少し、かかる、あ、さらに大きい500万円とかのお客様とも、はい、やっぱりこう実績を出させていただいてお付き合いしたいなというところで、はい、ここ最近だと、そういったお客様だいたいですね、運転資金含めて、加盟金がだいたい500万600万円のお客様なので3000万円ぐらいですね、はい、トータルで初期投資が、そのお客様も、はい、現状としてはお付き合いを、持たせていただけるようになったので、そこまで大きくなってくると本当にすぐ電話するかしないかとか、なんかちょっとした違いがもうすぐ数千万の違いになるってこと。確かにそうですよね、はい、本当そうです、はいはい、ということで、スピードレスポンスとそこからすぐ電話相談できるかというのは長所よということで理解できました。ありがとうございます。でちょっと、現状9割フランチャイズっていうところなんですけれども、うん、フランチャイズ業界に限らず、はい、ある程度、ま、単価が低いよりは高い方がいいかなってい う、はい、ところ、あとなんか電話に対してこう即レスポンスできているようなカルチャーがない、会社さんとかであれば、なんか勝手ながらむちゃくちゃ成果出るのかなと思ってますけど、なんで結構 SaaS 業界で割と単価高めなところとか、うん、そういったところもいいかもしれないなと思ったんですけどね。なるほど、うん、そうですね、やっぱりそうですね、そういうお客様もともとなんですよ、リアトルって FC 本部様向けに作ったわけではないので、はい、結果的にそういうお客様からご依頼なので、はい、そうですよね、SaaS 企業様ですとか、はい、そういったお客様とのお付き合いもどんどんやっぱりしていきたいですよね、うん、はい、なんで今日ちょっと事例がフランチャイズ多いんでフランチャイズに寄せたので、私なんかフランチャイズですね、加盟募集してないと思ってるかもしれないんですけれどもはい、B2C で単価が高いところも多分住宅とかもありなんですかね。家とか、はい、家とか行けますかね。でもなんか僕結局結婚式とか、はい、うん、家とかって単価結局個人なのにめっちゃ大きいじゃないですか、うん、でそこって、うん、
なんだかんだザモデル型っぽい、営業フローとかになってるので、はい、意外に C でも住宅とか結婚式とか、うん、B だったら本当 SaaS とか B2B のところとか、はい、なんかリアルだとめっちゃ成果出るんだな。なるほど。これでもありがたい話で、はい、我々このリアルサービス立ち上げてから本当にまだ期間って浅いので、はい、1年リリースしたのは昨年の9月なので、あ、そうか、実質はまだ半年半年ぐらいなんですね。その前にやっぱりサービスインしたお客様がいらっしゃいますけども、はい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 、ってなった時に実績ない中で、さっきのあの、加盟金が比較的お安めのお客様を見て、はい、僕たちのその加盟金だと難しいですよねって言って、うん、チャレンジさせていただいたお客様も実際いらっしゃったりもするんですよ。なので、はいはい、これがやっぱり必要なのはやっぱり知見なので、はい、ぜひあのご応募いただきたいですし、はい、あとあれですね、あのその成果出る出ないっていうものももちろん一番重要ですけども、はい、僕らってその御社の営業担当とウェブ担当を兼任しますというところも一つあるので、さっき吉岡さんおっしゃったように、じゃあ即時アプローチ大事なんだよっていう、その社員教育ってちょっとこうあのパワーいるじゃないですか。そうですね、経営者の方からすると、はい、なんか三つ子の魂100までみたいなところあるんでね、はい、なんかこの明らかに肉食というか、はい、すぐかけますみたいな人もいれば、はい、ちょっとおおらかで、はい、かけますぐらいのなんか人もいらっしゃるかなと思うので、そうですね、はい、なんかそこはなかなかね、なんかこう変えていくの大変ですよね、はい、なのでそういう部分をもう一部、切り離していただくという文脈でお任せいただけるっていうのも一つ、嬉しいなというふうに思いますね。じゃあね、広告運用 と、そこの即時アプローチの電話のインサイドセールスとってセットだと思うんですけど、はい、場合によってはいや結構あのリードはめっちゃ来てるんだよ、はい、ただうちも即時アプローチと電話営業弱いんだよって時に、この広告運用なしでこっちだけもあり得るんですか？ああ、もちろんです、こっちインサイドセールスのパターンもありますし、こちらのパターンもあります。営業組織はしっかり回るので、ああ逆に、はい、リードを、獲得したいんだよねというお客様もやっぱりいらっしゃいます、はいはい、で今日のお話聞いて、多分アリアトリやりたいなって人も結構いらっしゃる、ビジョダチャンネルの視聴者の方いらっしゃると思いますので、概要欄に、掲載しておきますので、はい、ぜひ山下プロレス岡本さんにお問い合わせいただけたらなというのを思っているのと、はい、ちょっと社員の方は私の知り合いであれば私にご連絡いただければ、はい、Facebook で岡本さんとグループ作成いたしますので、よろしくお願いいたします、はい、であと今回あれですね、ビジョダチャンネル向けに特別特典もちょっとご用意、そうですね、いただいたということで、ちょっと特典内容よろしい、はい、はい、まあ、リアトル、まあ、金額等はまた、ご興味ある方に関して、お問い合わせいただいたときにお伝えできればと思うんですけども、はい、金額の価格の内訳が初期費用と、はい、あと業務管理費と稼働費という、はい、この一応3分類に分かれています、はい、で今回まあ初期費用となる部分、いわゆるその、そのお客様単体の、お電話番号を設定したりですとか、はいはい、あとその何ですかね、リードを送客するための設定ですとか、はい、もろもろ初期費用としていただく部分があるんですけども、こちらは10万円通常いただいてるんですけども、はい、こちらは今回無料でお伝えさせていただきますというところですかね。はい、どうも嬉しいですね、その10万円を。ありがとうございます。で本当に特別特典になっておりますので、はい、ビジョータ限定になっておりますので、ビジョータチャンネルを見たというような形で、はい、Facebook とか、はい、ビコラのサイトの方からお問い合わせいただけたらなというふうに思っております。はい、じゃあ、ここまでちょっとリアトルの、良さについて、私も身に染みてめちゃくちゃイメージ湧いたんですけれども、今後の、マスタープログレスさんの成長戦略とか、なんか、岡本さんとしてここ目指してるんだみたいなところがあれば、ぜひお伺いさせてください。はい。まあ、もう11期目に入ってますので、やっぱり、ね、弊社も当たり前ですけども、上場に向けて頑張っていきたいというところはあるんですけども、はい、ただ、今のこの事業をやっぱり一つ伸ばしきるっていうところは重要な戦略の一つかなというふうに思ってる中で言うと、はい、すみません、またリアトルの話で恐縮ですけども、まあ、リアトル自体がやっぱり今その FC の加盟開発というところに振り切らせていただいて、はい、やっていくのも一つありかなというふうに思ってまして、はい、でその中でやっぱりこうインサイドセールスというもの自体がその獲得に限らず、例えばFC の本部様であれば加盟開発が一旦ちょっとステイしようってなった時に、次に、加盟店さんの対応とかフォローアップがすごく大事になってくるとなった時に、我々加盟開発まで最初にお手伝いしてるので、もうその問い合わせいただいた時に顧客実際のフランチャイ G 様の対応ってできるなというふうに思ってるんですよ。あるんですよ。じゃあコスタマーサクセス的なところもお任せあれみたいな。はい、はい、なので見込み顧客の獲得から売上につながるトスアップを上げて、カスタマーいわゆるその顧客フォローをし、でというところを一気通貫でやっぱり、ビジネスモデルとしては持っていけるように、直近では今戦略化しているというところですかね。でもある種ね、なんか旧来的なザモデルのところをまるっとこうリアトルで、リアトルで、マトルみたいな、はい、これなので FC に限らず僕はできると思っているので、はい、なのでそうしたらめちゃくちゃなんかこう成果出し続けてる限りはもう一生離れられないというか、
LTV がすごいことになります。はい、伴走していけるようなサービスにしていきたいというのはあります、はい、ただこの成長戦略達成するにあたって、はい、今あれですよ、人を大募集中なんじゃないですか。もう絶賛大募集ですね、はい、やっぱりこうサービスを、僕はサービスには自信があります。ただそれをしっかりと稼働して成果を上げていただくインサイドセールス部隊をやっぱり強化していきたいというふうに思っていますので、はい、やっぱこう最強部隊を作りたいんですね、精鋭部隊を、ね、はい、うん、なのでそうですね、もう本当に絶賛募集中です。はい、はい、でちなみに、雇用形態はもう今の時代なんか例えば、正社員限らず業務委託が OK だったりとか、はい、あともう電話さえできれば別になんかフルリモートでもいいのか、いやなんかちょっと管理システムの都合があるんでこうだとか、なんかどんな感じなんですか。基本的には弊社は今正社員で構成はしてるんですが、はい、それこそあのウィルゲッツさんにもお世話になって、はい、業務委託の方に今、入っていただいてますけども、はい、あのすごくいいです。ありがとうございます。本当にいいです、はい、なのでこういう設計の仕方というか戦略化するやり方もあるんだなって、うん、今思ってるところがあるので、はい、逃げた方が、はい、あの業務委託人材の、はい、あのプロトルっていう名前の、はい、ちょっとリアトルの名前に似てるんですけども、はい、プロを、ご紹介するっていうところでちょっとご紹介させていただいたりしていると、はい、そうです、はい、なので、まあ、このサービス興味持っていただいて、インサイドセールスで受注手前まで持っていくというところに対して、まあ、力がやっぱつくんで、はい、やっぱそこに興味ある方はそうですね、まあ、正社員問わず業務委託であったとしても、ぜひお問い合わせいただけると嬉しいですね。でちなみにある種、なんか元々、GMO で、まあ、電話営業されてこられた方とかはまさになんか、経験者みたいな形なんですけれども、はい、なんかいわゆるあ自分なんかあんまりインサイドセールスっていうよりはもうずっとフィールドセールス、してきて営業得意だよっていう、人であれば逆に、マスタープログレスさんというかリアトルのノウハウをその人にカチャッと装着すれば、うん、すぐ立ち上がりも早かったりするいやだと思ってます僕も、はい、なんで別に特にで電話営業っていうよりは営業として秀逸であれば、はい、それがなんかズームなのか電話なのかだけの話、はい、そうなんです、はい、おっしゃる通りです。なんで僕あんまり、で電話のセールスの経験あんまないんですけれどもおそらくいけますよ。いや絶対いけますよ。あれありますかうち。はい、っていうことなので、はい、なんか、はい、私ちょっとめっちゃ電話営業の経験ないんだけどって人とか関係なく、はい、もうセールスとして秀逸であればチャンスありますよっていう。あります。どっちかっていうともうとにかくひたすら電話すること大丈夫ですっていうよりは、はい、やっぱしっかりとサービス説明を電話でやっぱりこう、はい、しっかりと丁寧にできる方の方が向いてるかなとは思いますね。はい、あそうですよね。うん、でで一応なんか細かい報酬体系は言えないかと思うんですけれどもやっぱ結構電話営業なんですけれどもなんか世の中の営業の人よりも、はい、なんか報酬水準もなんか結構高いんじゃないかなっていうぐらいの感じなんですか。そうですね、まあ、今現状は少数制というところもありますし、はい、で、まあ、弊社に関しては営業が通常その得られるインセンティブというものが、はい、基本的には営業が全て、受けるじゃないですか、はい、ただ今お話したように全員でこのサービスを運営してるので、はい、基本的に獲得した営業が獲得した、インセンティブの7割は営業を持っていくんですよ、はい、残り3割を今いる既存スタッフで分配する形になるので、はいはい、報酬はそうですね年間報酬とかでいうと550万円は全員超えてるので、あいいですね、はいはい、なのでそこも魅力あるところの一つとして思っていただけるといいかなと思いますけども、うん、どちらかというとやってるサービスに対しての方がすごく今後伸びていくと、ね、はい、思ってますので、うんうん、はい、ですね、電話でセールする方以外にもカスタマーサクセスの人とかも募集されてたりするんですかね。フランチャイズ加盟のその後の加盟開発の方とかもって感じなんですかね。はい、まあ、ここでもこれから設計ですかね。設計ですが今のこのお話を今日聞いていただいて、はい、お問い合わせいただければその立ち上がりもすごく早いかなというふうに思っているので今そこの、はい、その層の獲得よりも実装するインサイドセールス獲得するインサイドセールスの方をやっぱ募集するというところに、優先順位は置いてはいるものの、うん、お問い合わせいただければありがたいなとは思ってます。はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まず採用募集のところなんですが他になんか、こういったパートアライアンス先とかなんか こういう会社とつながれたら嬉しいなみたいなところってありますか。やっぱり FC 本部の方はもちろんです。あと、はい、FC 本部の人とたくさんつながりがあるような方そうですね、つながれたら嬉しいですかね、はい、あと営業にやっぱり困っている、はいはい、自社組織で確立するよりはもう、外注で作りたいという方は、そうですねおすすめかなと思ってます、はいはい、じゃあ、何か採用観点で興味あるっていう人はぜひこちらに関しても YouTube の備考欄のところでマスタープレス岡本さんの連絡先や、募集についての情報を記載しておりますので、ぜひご応募もいやご連絡いただけたらと思っております。
はい、じゃあお時間あっという間だったんですけれども、まあビジョータチャンネル視聴者、経営者やビジネスパーソンの方が多いんで、はい、岡本さんからこう総括してなんかメッセージあればぜひお願いいたします。はい、総括そうですね、はい、まあ、立ち上がってこれから伸ばしていきたいちょっとサービスになりますので、まあまだまだアップデートをこうしていかなければいけないところは多々あるんですけども、間違いなく今後の市場においては重要なパーツを僕らがこう担っていけるかなというふうには思っているので、ぜひ、お問い合わせ含めてですね、いただけたら嬉しいと思ってます。よろしくお願いします。はい、あとやっぱりフランチャイズ周りのお客さん持ってる会社さんで多分リアトルさんご紹介したら相当お客さんハッピーになるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ、岡本さん宛てに連絡してもらってどんどんお客さんいたら紹介いただけたらなと思っております。はい、じゃあ岡本さん今日は貴重なお話でこちらこそです。はい、勉強になりました。ありがとうございました。今回の動画についていいねや感想をコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。また X や Facebook で投稿してくださった方には私もいいねやリツイートなどリアクションさせていただきます。ビジネスオタクチャンネル今スポンサー出演者を大募集しております。 B2B で認知を広げたい、お問い合わせにつなげたい方はぜひ出演の検討のほどよろしくお願いします。興味がある方は私の SNS までご連絡ください。